平成27年台風第12号は中部太平洋で7月10日に発生した熱帯低気圧。トロピカルストームに成長した後、2015年7月13日に越境して台風になった。また、一時的に熱帯低気圧にまで弱まってから、再び台風に発達した復活台風でもあり、越境台風としては珍しく、日本に接近、上陸した台風でもある。 シンドズハワイ諸島南西で発生した熱帯上乱が成長し、7月10日に熱帯低気圧となったため中部太平洋ハリケーンセンターは熱帯低気圧番号 01c を割り当てた。01c はさらに成長し、翌日にはトロピカルストームの勢力に達したため国際名ハロラと命名された。ハロラは西に進んでミッドウェー諸島近海に達し、 日付変更線を越えて越境台風として観測対象となったことから気象庁は7月13日9時に台風番号を割り当てて平成27年台風第12号とした名前は CPHC によって付けられた国際名ハロラがそのまま使用された精神した台風は15日から16日にかけて中心気圧965ヘクトパスカル 最大風速70ノットまで勢力を強めたが、進んだ海域の海面水温が低くなったことで18日15時には、南鳥島近海で熱帯低気圧の勢力にまで弱体化。しかし、さらに西に進むうちに次第に勢力を回復し、2核日に再び台風となり、21日には強い勢力に発達。 21日にかけての24時間で、中心気圧が35ヘクトパスカル低下するなど、同日夜には、中心気圧955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートルの勢力で、伊王島の南の海上まで進み、当初の予想より、西寄りの震度を取ったことから23日には、フィリピンの監視領域に達して、 フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、五輪と命名された。台風は震度を北寄りに変えながら25日未明に沖縄県の南大東島に、同日午後から夜にかけて鹿児島県の奄美群島に接近した。その後、台風は東、シナ海を北上しながら九州に接近、勢力のかなり弱まった状態ではあったが、26日18時半ごろ、 長崎県再開市付近を通過し、19時頃に道県佐世保市付近に上陸。なお、上陸当時の中心風速20メートル、中心気圧は996ヘクトパスカルであった。同日21時に津島海峡の北緯34度、統計130度で熱帯低気圧に変わった。1951年の統計開始以来、これまでに 日本に上陸した越境台風は平成9年台風第19号だけであったが台風12号で2個目となった。さらにこの台風は復活台風でもあり、越境復活日本上陸した台風は史上初である。また最も西に進んだ越境台風でもあった。25日に 鹿児島県伊仙町伊仙で1時間に114.5ミリの猛烈な雨を観測したほか、飛行水量が奄美地方の多いところで300ミリ、沖縄本島地方の多いところで200ミリを超える大雨となった。沖縄、奄美への接近に伴い、大東島地方や奄美地方で猛烈な風を観測した7月26日、九州地方に 接近の台風12号台風の接近に伴う雨雲により沖縄、奄美地方を中心に大雨となった。また台風により暖かく湿った空気が流入して前線の活動が活発化。東北北部でも大雨に見舞われた。7月24日0時から27日7時までの期間降水量は 奄美群島の徳之島にある伊仙町で444.0ミリ、鹿児島県の肝月町内野浦で286.0ミリ、沖縄県の国神村奥で251.5ミリの、他、秋田県の仙北市角野立で209.5ミリ、岩手県西和賀町沢内で209.5ミリ、秋田県藤里町で207.0ミリを観測した。この雨によって25日に、 秋田県大戦市で、小物川水系の西内川の堤防が、約20メートルにわたって決壊したほか、花輪川が氾濫した25日には、伊仙町で20時24分までの1時間で、降水量が114.5ミリに達するなどしたため、天道地方に記録的短時間大雨情報が発表された。他にも、国神村奥で25日15時59分までに68.5ミリ、 角の建てで12時33分までに61.0ミリを観測。台風通過後の27日にも内の裏で6時22分までに94.0ミリを観測している。また、25日から26日にかけて沖縄県の南大東島で31.7メートル。 鹿児島県奄美市の笠サで31.6メートル、北大東島で30.5メートルの最大風速を25日早朝には南大東島で43.7メートルの最大瞬間風速を観測し、奄美空港では26日未明に最大瞬間風速40.1メートルを観測したとされる。ありがとうございます。